マジで暑すぎるお家だよこんにちはの時間あお前が間違えて「こんばんは」って言っちゃった <laughs> いつものくせで「こんばんは」って言っちゃったこんにちは暑いよねうん今から仕事頑張って はいと私は今から稽古です稽古前にちょっと配信ねできる時間がこの時間しかなかったのでそうなんかショールームね確かに星なんか星じゃなくなってるよねなんかすごいいろいろショールームが変わり出してますあ今日は休みでのんびり中いいじゃん何してたの 別にいいじゃんね、<laughs> 別にいいじゃんねやってさ優しい。お久しぶり、久しぶりだね。何してたの？<laughs> 書いとこ。握手会と。あ、待てだ。握手会しか書いてない。待てな。じゃめ会オンライン。 はいまったりしてたのに、ね。我はジムに行ってから美味しい焼肉。私も昨日焼肉食べた。久々に焼肉食べた。<laughs> 美味しかったけど、やっぱなんか久々に食べると。 あれですね美味しいけどマカまか、あ、り行くねやってさお待ってるね皆さん私との予定はちゃんと開けてくれてますか あ申し込んだで、写メと握手。え、ありがとう待ってるよ。嬉しい。分かり行くようやでさ、やったーありがとう嬉しい。みんなに会えるの楽しみにしてます。唇ぴる,るぷるぷるかわいいって。うん 握手会追加で申し込んだ。ええー、ありがとうはるなさんありがとうございます。嬉しいな。緊張する <laughs> 緊張するよね。しない。まあ、しない方はね、しないと思うんですけど、大半の方は多分緊張すると思いますけど、まあ、リラックス。リラックスって言っても無理か。申し込んだよ、てさ、ええー、ありがとうございます。嬉しい。 千葉だから来ていただいて嬉しい嬉しすぎますやってさあそっかそうだよね確かに関東でのあの何イベントが握手会その幕張の握手会しかないからそうなのそれのみなのなので皆さん来てください関東の方住んでる方もう時間を空けてまで来てください お私は11月4日と5日に行きます待ってるよありがとうゆうちゃんの初握手を楽しみだねそう難波式の方もねあの開催されましたので難波式の方はちょっとランダムになってるのでそう本当に私のことを私と一緒に社名を取りたいっていう方はもう個別の方を来ていただけたらもうすぐ取れます <laughs> 申し込んでくれたらすぐ当たると思うので <laughs> 今のところ完売ゼロなので <laughs> はい多分すぐ当たると思いますぜひお待ちしてますはいシャメ科おすすめポーズあるそれはタイムごぼうし,しかないでしょう タイムマブ。でもいっぱいあるからね。なんかイネビ最近、ポーズ増えたし、ルンルンダンスの、このルンルン、なぎささいのやつもそうだし、好きだ虫もあるでしょ結構あるよ、探せば。うん。か、新しいの作っていきますか、一緒に。かなり購入したんだけどなぁ、やっとえー、そうなんだ嬉しいありがとうございます。 もう皆さんが会いに来てくれるだけでありがたいですよ。<laughs> ええー、嬉しい。なんでなんだろうな。まだまだ多分そこにまで到達されてないのか、なのか、もう枚数が多いのか、ちょっとわかんないんですけど。はい。ちょっとね、そろぼち、ちょっとまとめがうざいなと思いながら見てます <laughs>。<laughs> なんか別に。 うんもちろん大事だと思うけどなんかちょっとなんか性格悪い方がまとめまとめまとめしてるからなんかちょっとそれに対してはちょっとイラッとするけど <laughs> 握手会最後まで入れることになったから8分まで入れるありがとう嬉しいそれだけで救いですもう本当に嬉しい最後まで言ってくれるのはマジで感謝ほとんどね やっぱり夜の部までやからなんかそこまで入れないっていう人が多くてちょっとさなんか寂しいねんな握手会するたびにごめんね最後の部いなく入れなくてとか最後の部ちょっと帰っちゃうんだっていう人が多いから寂しかったんずっとそうあもう帰っちゃうんやって <laughs> なんか最後まで入れ,入れることを伝えてくれて嬉しいですありがとうございます申し込みしたありがとう 買い増ししよう本とにありがとう絶対後悔はさせないので安心してくださいじゃなかったらこんな宣伝しませんプランクポーズできるように頑張ろう。プランクポーズ、フフ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 フ <laughs> まとめはいつもうざいのよ <laughs> まあそこ気にしてたら終わりなんでね自分のペースでやるのが一番じゃないですかなんか追い込まれてる感じがしてめちゃくちゃ嫌です <laughs> ね。普段あんなまとめしなかったのになんか急にね性格悪いなと思いながら見てました まあ言うてるこんな発言してる自分も性格悪いなって思うけど他のメンバーも怒ってたねまとめに、まあ、まとめやから話し合わないまとめは性格悪い人が書いてるから <laughs> 仕方ないとか言うてこれもまとめられたりしていやそれ嫌でしょ普通に考えて。 でも逆に、ああいうなんかまとめ方されてたら、わむかつく完売させたるっていう気持ちにもなる人もいるからね。なる人っていうか、まあなるじゃん。なんやねんって思いながら、ちょっと完売させたるって,っていうね、まあ逆に萌えさせてくれてる感があるんじゃない 飲みか諦めてキューブまでいるえとにし,、えー、嬉しいマジで約束やでありがとう私のために見たくていいとかじゃなくて何かエゴさした時に出てくるの <laughs> 出てくるのそのあれが私は普通に なんか最近なんかカメコとか多かったからカメコの写真をなんかみんなに載せてくれてるからねいいねしようと思ってみたらなんかそれが出てくるから嫌な嫌ん嫌でも目に入るそう「コンサで大好きマシマシなの楽士会ツイカットで」ってさ嬉しいありがとう <coughs> 最後まで痛くて幕張に星がついてる撮った 星がついてる何話,そう何話す何話す何でもいいよ。最近の出来事、私ほとんど NG ないので何でも喋れます。任せて。ま張りは朝から最後までいる予定です。ありがとう嬉しいみんな、ちゃんと有言実行っていうの最後までいてって言ったら、いてくれてる方がいてて嬉しい。いつも 前半大阪に来てくれる方は前半と、取ると思ってるから、いつも後半んをおにとってる大阪やから、あ、なるほどね。あ、そういう考えてくれてんねんな。あ、スクワットいいね。確かにスクワット坊主しようや。いいやいいやいいやそれやろうそう、いいまとめならね。まあ、たまにあるよ、いいまとめも。 そう遊びに来てありがとうみやさんキューブ増します増やします間違えたキューブ増やします嬉しいやった別に完売が全てじゃないやろ <laughs> まあでもね大、まあ、それも全てじゃないけど、まあ、大事になってくるからそれがね難しいところです本当に。 でも私たちは、ね、たくさん会いに来てくれるだけでそれはそれで嬉しいからね <laughs> 緊張するし初めてお話できるぐらい仲いいファンの方っていないから寂しいやってあ作ろう <laughs> 作っていこう <laughs> そんなまとめ咲いたなんてあるの知らんかったマジ見てみて, <laughs> て見てみて それでもちゃん、うん、ちょっともう言うんやめときますねさ <laughs> してください写メ会は最後の部までいきますありがとうくりちゃん <laughs> ルームズ行こっかなちょっと時間あったらルームズ行きます <laughs> ゆみちゃんそれに対して言ってるんだから性格悪いとかじゃないようやつな <laughs> ありがとう 誰もプーする確かに誰もプーするわな夜まで入れることになってか8キューブも行こうかなえてたあってる待ってる, <laughs> 待ってる私泣いてしてくれ写メいっぱい追加したうであいのちゃんありがとう <laughs> ゆうちゃんもようさせしますよもちろん特にコンサート終わりとかめっちゃするかもしれないそうシアンの凄さ優しさは私たちが一番よく知ってますだよねそれはそうよ本当に本当にそれはそうねありがとう見に来てありがとう <laughs> だから皆さんあのお友達さんとかもいっぱい連れて会いに来てください まとめ書いてる人の顔見たいわ <laughs> 確かに握手会で優ちゃん愛を話したいですえっ、ー、話しに来てほんまにいっぱい語ってください私の目の前で私はもうずっとニヤニヤしとくんで <laughs> 最後まで頑張っておるわほんまに約束してマジでゆっ 今、今、有言実行して。有言実行今、今、今、約束して。約束。初めてキューブまで撮ったからよろしくね、えー。ありがとう嬉しい。なんか、いっぱい最後までいるよっていう方がいて。仲間がいて嬉しい。お疲れ様です。お疲れでやんす。 しょうがないんで、も、ま、う、あ、帰り最後までいるよってね、しょうがないんで多分多分でないやね言ってちゃんと、最後までいるよって。筋トレできるめか会、確かに。ゆみちゃん、だいこんにちは、みんな。い、いろいろ、あ、意外と結構来てくださる人が多い。意外と、この時間。ちょっと今日木曜日やもんね。 ありがとうございます緊張しちゃうんですけどいっぱい好き伝えに行きます待ってるねちゃんみちゃんみテスト期間に筋トレしながら勉強してるすごいストイックめっちゃ素晴らしい き見せるだけで頑張る頑張張わって今回で8キューブ完売させようやってささせてくださいもうさせてさせてくださいもう私は待ってるしかね言えないけどさせてください。いあんなまとめみたくない <laughs> <laughs> そこまで気にしてないけど言ってるってことは気にしてんのかな言っとこ言っとこなもうあんなまとめ見たくないって <laughs> <coughs> 完売目指して頑張るねありがとうみずきちゃんも予定会わ,わんとかで会いに行けへんけどゆうちゃんに会いたい人なんて世界中たくさんおる。 ことを忘忘れれれなないでないでてよそれはもちろんみんなの都合もあるしそりゃあね会いたいって言ってもなんかまあねそれぞれのペースもあるから <laughs> 無理とは言わないけど、まあ、会いに来れる時は会いに来てほしいなって思うからそれを忘れてないですよもちろんそうだから会いに来れない方とかはね結構 SNS とかんやろ配信今度こういう配信とかさ そう見る方も多いと思うからなるべくならちょっと多めに配信しないといけないなってちょっと分かってんねんけどちょっとちょっとしゃばってしまうちょ,ちょっとねすいません <laughs> っていう私の悪い癖ですいません話したいことできたよお何何楽しみにしてるねうん <laughs> 悪臭も斜面も最初から最後まで取っちゃったやって泣いていいですか <laughs> 泣いていいですか <laughs> 関西弁じゃないから AKB48 だと思われる優美ちゃんえどういうこと誰にあ私関西弁じゃないそぐ関東弁になってるストそうだよ鉄砲玉の愛はすごいんだ 行きたいけど遠くて行けないそうだよねだよね私たちがもうちょもっと大きくなってそちらの方まで行けるように頑張らないとね初めて行った時の特典はありますかやっぱ考えてない <laughs> あでも来てくれたら人一倍牛ーはしてあげますはいそういう特典があるんですけどどうですか 大阪はじめに滞在するかも悲しい今日はライブ休みこれからのゴリラ行くよゴリラホールなんかイベントあんの今日いいね今回いつもより多く撮ったおおおタ竹ポンが多く撮ってくれたって <laughs> <laughs> 嬉しいマジでありがとう約束しよう最後まで言ったよ本当に写メ会まで6キロ痩せるからマジ今の目標ゆいちゃん生きる持ちベすぎる大好きえしい頑張ってほどほどにねちゃんと楽しくやりなさいよ本当にメンタル崩れるかもしれないから私はメンタル崩れなかったけどなんか楽しんでやってたそう だからそう痩せれたけど逆に太る人もいるからねたまたま空き時間だったらこんな時間に通知来てびっくりしたで,で,ですよねそうちょっと今から稽古があって配信できる時間この時間しかなくてそうあでも意外とこんなに見てくれてるんやったらこの時間でも配信できるなって今後も思いました <laughs> たまたまなのかもしれないけどはい うゆうちゃんを悲しませるなんて言ってたもうみんなにぶっ飛ばして <laughs> ぶっ飛ばしてくれ <laughs> えー、えー、ええー、え 正月公演絶対行くって決めてたのに親戚の旅行いい入れられて行くしかないから行けないあマジかでも旅行めっちゃいいやん楽しいんでねめっちゃ関西ですよね俺もーされたいやってさ <laughs> してあげるがな来てくれたら でも言うてるみんな、その私の見た目で、ゆうちゃん力強そうって思うけど、全く強くないからね。ほんとこれ試しに来てほしい。握力マジでなさすぎて。私何人かのファンの人と勝負したもん。もうほとんど痛い痛い痛いって言ってるぐらい、私が。そう。マジで試しに来てほしい。ふふふ。はじめまして。ふふふさん。<laughs> <coughs> あ、たまたま、おお、お仕事サボってみてる、えってさ、<laughs> ダメだよ。<laughs> こら。<laughs> こら <coughs>。息抜き大事やから、でも。せめて前回と同じぐらいには会いに行くつもりやってさ。<coughs> マジで会いに行くつもり絶対会いに来てね。<coughs> 毎日配信目指そうかな <laughs> 絶対無理 <laughs> 絶対無理3日坊主で終わっちゃう <laughs> 僕も手がなくなぐらいに握,握ってほしいえー、握りたいけどさほんまにマジなさすぎて。 弱かったのほら弱かったなってほらな弱かったやんな私。ゆうちゃんの握力気になりすぎません。マジでもう一回試してみよう。ほんまに試そう。試せるんですかうん、試せる。うん。そう、握力赤ちゃんほら。腕相撲はどうなんや確かに、あのちゃ、あれがさ、邪魔じゃないなんかちゃんと机がもうちょっと上やったらね、でき,るできてたけど。 なん学力ないゆうちゃんがいとおしかった。いとおしんかなギャップギャップあるギュッよりぶったたかれたい <laughs>。ドエモールドエム。るに集中しすぎて握手しないあ。握手した記憶ないから毎回握手するの初めてって気持ち。マジで確かにそっちまで集中できひんよね。うんうん。 俺と同じ人いた。俺も仕事サボってみてるやつだ。えっとあらみんな。そんなサボるぐらい私の配信を見てくれてありがとう。ありがとう。稽古前の貴重な時間なのにありがとう。全然全然。そんなそんな毎日配信だったらめっちゃモチベ上がる。そうマジでやろうかな。みんなのモチベ上がるんやったらやろうかな。 でもほんま期待せんといて <laughs> マジで期待せんといて <laughs> 握られたら手握られたらここまで握られるいいやんいいじゃん明日の昼公演当たったの明日の昼公演本気って何回も聞いためっちゃ言われたな私めっちゃ言われてんけど え、ほんまにって。え、じゃあ本気でやってって。何回かもう疑われた。え、もうこれが限界って。限界っていうぐらい。私も握力ないからただのお互い握手になら、なりそう。なりそう。やったあゆみさんが見れた。ありがとう、見にくれ、見に来てくれて。あ、そう、パンチ力とかはすごいね。こっちはいけんね。 こっちが無理やねん。何が違うんやろな。両手で握手します両手で握手しよう。ゆうちゃんの手めっちゃ好き。えー、マジで私ね、爪、まあ基本みんな爪ネイルとかしてるやん。私も一時期しててんけどさ、なんか伸びてきた時のこの白いの見えるのが嫌すぎて、絶対丸くしちゃうの。もうほとんどなくない私。 でもなんか赤ちゃんみたいでなんかあんまり女性らしくないよなこうやって見たらそうあれが嫌でなんかほっこり入るやんでなんか汚いやん汚らしいと思ってしまうの私はそう清潔感って大事やなと思って全部切ってしまうのよその白い部分までたまに伸ばしてる時もあったけどそうなんか爪が弱くてねあんまり美しいってきました うんうん私手ちっちゃいんかな試しに来て多分ちっちゃい方やと思うねはいちっちゃい方やと思う昔から一番好きでした魅力とオーラがバリバリ,バリ,バリだもんやってさ嬉しいバリバリだもん 昔から一番好きでしたってことは今押してくれてないんですか来てくれてないってことネイル新品のネイルしてほしいネイルしたい。ネイル、でも男の人ってネイルあんま興味ないでしょ女の子は興味あるかもしれないけど。<laughs> 握手会で試したいこと多すぎます <laughs> 試そう 試そう、試そう。試してなんぼよ行動してなんぼよ怒られた、怒られた時や <laughs> ええー、仕事に戻るねんて。バイバイ。ピン。可愛い,い。ありがとうございます。押します。お言ったよ私も覚えるで。スプリンターさん。スプリンターさん。マジ、押してくださいね、私のこと。 あぜひ、あの、握手会と署名会とオンライン話し会の受付があります会いに来てください。<laughs> こちらまで。お待ちしてます。やっぱ直、ね、しますって言ってるから、やっぱ一度は会いに来てほしいじゃん。で私、記憶力がいいんで、ちょっとマジで覚えますよ。フォローしました。ありがとうございます。じゃあ、これからショールームとかあるたびに、えー、見に来て、コメントもしていただけて嬉しい。あの来て、していただけたら嬉しいです。 SNS も全部フォローしてくださいねでかいと言われてたのがわ笑わせていただきますでかい手がえ <laughs> え <laughs> 私手めっちゃ小さいからびっくりされあそうなん うーんゆいちゃんか,、ま、かわいすぎて困るもっと困って困って困って私何時に出なあかんけな間違えた何時に出なきゃいけないっけん 何時に終わろうかな40分ぐらいになったら終わりますねメンバーにいじられてる時の顔好き笑顔か笑顔好き笑顔ね嬉しいちゃんと見てるやん <laughs> 目隠し,し目隠しして誰か当てる時ときにでかいって言われたのがわしるああ ああバチバチ ANAB の時ね。はい、はい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 。いや、私もあんなでかいと割れると思わへんかったわ。シュッとした、そう。そう。あったね懐かしいうん <laughs> バチバチ ANAB もね。楽しいから好きです、あれ。 ゆちゃんの歯好きえー、そうなん <laughs> 嬉しいなんしいや,やなんか嫌や歯好きって言われてなんかそんなまじまじ見んといてあんまり <laughs> 恥ずかしいからやめて握手会の時手比べしてみようかなしししようしよようううしよう,しようずっと私の方がでかいと思うけど ゆうちゃん前髪あったりいなかったりどうやってセットしてるのえもう普通にえかき上げてるなんて言うの流してるなんか私めっちゃくせっけでなんかすぐ片付くのそっちに流すとそうだから前髪下ろしたいなと思ったけど普通にシャンプーするシャンプーして下ろしてる伝わるかな伝わるかな そうすぐね肩がつくか肩すぐつくからなんか迷い来ないそんなことない <laughs> 今日の耳かわいいよな今日の耳かわいいあんま耳出してないけど <laughs> あんま耳出してないけど <laughs> どういうこと今日の耳って <laughs> なあ毎日耳違うの <laughs> どっけ、<laughs> してたなしよりちゃんなパッツなのにすごい綺麗に分けれてるから羨ましいそうクセッケだからねすぐ分けれるんですよそうそういう意味ではちょっとありがたいけどでもすぐうねるよこのなんかパッツにした時の。 前髪うん次うぬすぐうぬすぐうぬうぬ、ん、すぐうねるから困っちゃいますそれはかわいいユウ <laughs> ちゃんになりたいからユウちゃんの真似はいくらでもするやつかわいい耳フィチがおるほんまや耳フィチ耳どんな耳が好きなん私の耳はどうですか ゆみちゃんのファンの人って今も昔も面白い人多いね。良いよ本当にマジでほんまに多いしそれだけじゃなくて優しいしねしかもそうそう あ、はあ、3点。うわあ、引く。なんで <laughs> なんで今日の耳いいねってついて3点っておい。低すぎんしくもしくも,も,もはしてた。くせぎすぎて。でも今全然収まった方ですよ。ゆうちゃんに似てるって言われるのが一番の褒め言葉ええー、嬉しい。 そんな、そんな私に似てるって言われて、喜んでくれるなんてね。チンハン初見です。よろしくお願いいたします。お、焼肉さんこれ。あ、ちゃう出ちゃうかった。<laughs> 焼肉さんじゃなかった。万肉さん万肉さん。合ってんのこれ。万肉さんで合ってんのごめん。私、漢字弱くて。すいません。間違えたら。絶対違うと思う。はじめまして。よろしくお願いします。 何年か前まで48グループを押してた時から認知はしてましたあそうなんだ認知はしてくれてたけど押してはしてくれてないという <laughs> <laughs> 耳かわいい言うてからちょいちょい耳出す言うてもうやめてやめろやめろ <laughs> あひき肉あ <laughs> ひき肉ですの人ねひひひ,ひき肉ですのやつね ひき肉さん <laughs> ひ,ひ,ひ,ひき肉ねなんか流行ってるよねこれひき肉さんでしたそうふりがなちょっとふっといてほしいほんと漢字書いてる人たちそうなの長くなったのお手入れ大変そうドライヤーあでもそんなかからんだよ私とドライヤー私めっちゃすぐ乾くし。 もう10分ぐらいで乾く今そう10分長いか10分以内にはもうすぐ乾くそうん、今日前髪いかれへん,なんかまあいいや稽古だけやし <laughs> 出た鼻水ミルキーにつられてましたかああそれは負けるミルキーさんにはミルキーさんには負ける確かに それはそうやわ。で、今の推しは聞いといていいですか今の推しは誰ですかいなかったらぜひ。ぜ <laughs> ひ。ミルキーさんほどに釣れるか分からへんけど、まあ、頑張ってはみます。<laughs> ゆうえちゃんレ、ね、オ、女の子も多い。多いね。最近でも、ほんとにダンサブル作ってから、ダンスイニット作ってから増えました。めっちゃくちゃ。 ありがたいことに意外と早いやろそうね適当にユーザー名付けたらすでに有名なひき肉さんがいたんですねそうそうらしいですなんかひき肉さんがいてたらしいですなるほどね適当にじゃあそのままでいいですよ覚えやすい覚えやすいひき肉さんって覚えますだからこれからも書類も会いに来てください 花粉症うん、なんかくしゃみすごい出るし花粉症なんかのでもこの季節花粉症ってあんの足もつってないえそれちょっと考える <laughs> ちょっと考えるええー ミルキーの握手会で耳元で大好きって言われたら釣られる。ええー、そんなんやってみようかな <laughs>。やってみようか <laughs>。絶対無理。私しが照れるわ、逆に。そんな、ミルキーさんすごーいやあ、私もちょっと握手会釣りまくろうかな。今までの違う私よ。逆に今まで推してる人たちからちょっと戸惑うやろな。 マトマンそんなことしてたんですかミルキーさんさすがですさすが神対応じゃあのねそれをんか自分からいけない私はさもうそんなん無理無理無理そんなんさなんかもう無理やんすごいよ 耳元で言われたらそんな倒れるやんな。自然にそれをやってたらすごいなってなるけどさ。まあ、それ自然でやってると思うねんけど、ミリキーさんも。えぇ、自分がやるってなったらちょっと照れるかも、自分が。自分が、自分が多分そうなる。握手会、写メ会、ありがとう。あの、要求してくれたら全然やるよ。自分からはやらん。何々やって。 って言われたらできるだからなんかそのセリフまで決めてほしい自分で考えて言うのが嫌でもよくあるやん萌え台リフとかさこの間もやられたけどさ耳元,で耳元で大好き待ってますえっ言ってきてな私自分からやらんからほんまに昔 NAB の証にあちょ個別握手 何度か通っていたぶりにお話しっかり参加します。ええー、嬉しい。ケンちゃん、ありがとう。<laughs> はーってなるなるよな。ねえ、ねちょっと待って、ほんまぶっ飛ばしていい <laughs> ちょっと待って、ほんまぶっ飛ばしていいゆうちゃんのささやき、ホラーやね。<laughs> ほんまにぶっ飛ばしていいっすか <laughs> おい。やってあげへんし、そういう人には。ふん。ふん。 意外と人見知りですかよああ半々かもわかんない「ゆうちゃんやほー学校終わってさ「お疲れお疲れ様釣ってください私顔真っ赤になると思うけど、ね、私もなるだからお互いになってるかもしれへん。 ゆみちゃんが耳元で大好きって言ったら本人は無理でしょう。どういうことどういうことどういうことんはい今度は握手会に来たファン全員にやってみよう。できるかなできるかな私ができると思いますかもう自分が照れて終わりそう。<laughs> 初見でも大丈夫全然大丈夫です。全然嬉しいよ。 誰でも嬉しい <coughs> ユーミンは釣り師でしたっけ全然釣り師じゃないですいませんすいません,すいませんちょっと釣れないもんで恥ずかしくなっちゃいます自分がはい <laughs> すいませんだから釣ってって って握手会で言われるやん。その度にね頭抱えるんですよ。めちゃくちゃ釣ってあげたい気持ちもその回答にすごい答えたい気持ちはすっごくあんの山々で。すっごいあんねんけど、自分がの恥ずかしが恥ずかしさが勝ってしまってできないのが多い。ええー、って言っちゃう。そう。<laughs> にやけて終わる。 ち,ちゃんと言う前に耳出しやす <laughs> 何やねんそれ <laughs> 何やそれ <laughs> 3点って言われちゃうかもん耳出さん初見ですかわいいですねあ初見さんありがとうございますじゃあこれからこのルームフォローしてみて,てくださいちょっと タイムモブって市販が全部フリー付けしたんですかだとしたら過ごしま、すごすぎます。はい、私がしました。全部しました。誰の手も助け、手も、誰の手にえ、誰の手も助けずに、当てるに自分で全部やりましたよ。一週間で作りました。<laughs> はい。行ったらやってくれるの楽しみ。はい。 頑張ります。25歳頑張りますせや、<laughs> そ私25歳になるんや。そういえば。皆さん、あの、ぜひ、25歳は、釣れるように頑張る。やっぱり大人の女性は、みんな好きじゃん。好きなのか知らんけど、人によると思うけど、やから、 大人の女性を色気ムンムンに釣 <laughs> れるように頑張ります。そういう目標で行こう。握手会の時だけね。普段はちょっと無理。普段の握手会だけにする。<laughs> そうなんか、1対1やったらそんなさ、周りに見られることないからさ、恥ずかしくはないけど、なんかさ、コンサートとか大勢でさ、燃えレるほど言うのちょっと苦手。って思いますけど、ちょっと。 すいません頑張るから会いに来て <laughs> 頑張るから会いに来て <laughs> 確かに私が大好きっていう前に言 <laughs> うじゃなくちかい握手はどのタイプな握手私基本両手かもしれない片手はないの両手やな 片手がいい人はちょっと片手にするけど、基本両手でも買います。釣り師デビューしようやってさ。<laughs> 釣り師デビューしよう。頑張るね。石田ゆ美頑張ります。<laughs> 確かに全然違うのそれが意味合いがね。 釣ってって言われたら魚釣りの真似してたまねして釣ったっていう人もいてたそれ私 <laughs> そう私釣ってって言われたらほとんど全部魚釣りしてるもんえー、ワルシハののコメコみましたサカタンとツーショットのえー、見てない何それ見たい サカさん2ショット。握手会、ズッキュンしてくれたら押します。ちなみにリカテー押しでした。あ、そうなんだ。うわぁ、十ゅュッキじンに間違えて、ズッキュンできるようにしつつ、頑張るわ。ちょっとぜひ会いに来てみてください。ょめっちゃハードル上がるやん。<laughs> はハードル上げんどいて、あんまり。<laughs> 頑張るけど。 気合い入れて握手会望みます。<laughs> やば、ちょっとハードがってきたな。三十八分だ。そろそろ終わろうかね。あ、なんか握手会の服さ、ざっと決めたけどさ、なんか悪し判の 時の,あのもしようかなと思ってるからさそ,う、まあ、そのその括弧ではないけど、まあ、若干似たような括弧は全然できるからそっちにちょっと変えるかもしれないだからちょっとまた握手会それはちょっと握手会の方であの着ようかなって思うからそう。 あれ他あったっけ握手会その身に2つしかないねんな生誕 T シャツは10月29日のみにしようかなと思っててそう特攻服はちょっと着れないからまあまあ別にね,ね購入できようと思ったら購入できるしと思ったけどうそうなんかタイトスカートと言っててんけどそこをちょっと悪市販の格好しようかなって2日のみか かなと思ってるから。その、それをちょっと変更にしようかな。ね。ヒョウ柄のやつは一回あの、アンダーライブで一回来たのよ。なんかち貯注トップみたいなやつ。そう。それがあるから似たようなやつ。で、下はレーザーのスカートがあるから、で特効買えばもう悪師範になるから。 それにしようかなって思ってて思るんで課長者ね確かに部ごとにちょっと分けてやってみようかねなのでぜひ皆さん握手会しゃ会オンラインお話し会受付中なのでぜひぜひね皆さんの周りの友達とかも全然連れてきてくれたらそれはそれでは私はめちゃくちゃ大歓迎なのでぜひお待ちしてます明日のお昼の12時までなので結構早めに早めに受付っていうか ボチボチしていいいたただけたらすすごく嬉しいですはい、そうシャメ会は私服じゃない私が間違えたシャメ会の方は NAB の衣装になりますだから握手会のみが私服になるのでぜひお待ちしてますということで私は稽古に行ってきますランキング発表しますねじゃあ13位ちゃんみーさん12位ななさん11位ひろちゃん10位しまむ9位なるま8位ひなちゃん 七位黒豚さん六位ケンピーさん五位ああ読めないううふいうふうさん <laughs> 読めない UFII UFO O さん4位くりちゃん3位かおりちゃん二位みーちゃん一位はメタリカンさんでした皆さんありがとうございますすごい二千人も見てくださってこの時間から ありがとうございました。またちょっと配信できる、できるとは必ずしますので、<laughs> ぜひこのルームをフォローしていただけたら嬉しいなと思いますし、通知をオンにしていただけたら嬉しいなと思います。もうとにかくちょっとこの握手会と写メ会と同じ話会、もう受付中なので、ぜひ皆さんたくさん会いに来てください。お待ちしてます。ありがとうございました。